スタンドウィズシリアジャパンとは、シリア危機に対する関心の向上と意識変革。シリア人主体のシリア再建を目的として活動する日本の NPO 法人である。略称は SSJ。2015年より、学業の傍ら、シリア市民の支援を行っていた山田一地区を中心に活動が開始し、 それを引き継ぐ形で2017年4月に学生メンバーが中心となり非営利団体として正式に発足した。2019年5月、正式に NPO 法人として認められた。現在、東京、ベルリン、シリア国内に拠点に構え活動を展開している。2017年4月1日に正式発足した日本の NPO 法人である。日本国内では、 j ファン加盟団体としても活動する。団体のミッションは日本におけるシリア危機に対する関心の向上と意識変革である。この目的の達成のためにシリア危機に関する学術イベント、シンポジウム、セミナー、映画上映会、演奏会などのシリアイベントを定期的に開催している。同時に人権問題に焦点を当てたアドボカシー活動も展開している。 活動の全ては非営利、非政府、非宗教目的で運営されている。団体の活動理念として、戦況や政治体制だけに偏らず、シリア危機を生きる、最も抑圧されている、人々の目線に立ち、声なき、シリア人の存在に光を当てることが掲げられている。団体の活動信念を、センスオブヒューマニティと掲げ、 政治的な言説に絡め取られない位置からの活動を得意としており、特定の政治や武装組織の支持はしないスタンスを貫いている。一方で、団体の活動信念とされているセンスオブヒューマニティの立場から、今世紀最大の人道危機を招いた市民への殺戮を続けるアサド政権や同盟国を非常に強く批判する立場をとっている。現地で、 人道支援活動を行っている国際機関や NGO は住宅や学校に加えて病院がアサド政権に意図的に攻撃され怪我人の治療ができなくなっていると指摘している圧倒的な制空権を持ち無差別に人を殺傷する極めて非人道的な兵器とされている損爆弾や塩素ガスと見られる化学兵器の使用まで指摘されているアサド政権による攻撃で 子供を含む大勢の犠牲者が出ており、国連のグテーレス事務総長もこの世の地獄と呼ぶ極めて深刻な人道危機が起きてきた。しかし、日本では世界の多くの難民を受け入れている国々の見解とは異なり、シリアを支援すると評判する団体や個人の中にも自国民を大量に拘束、拷問、空爆、虐殺しているアサド政権や その同盟国を支持し、擁護する者たちが多く存在している状況がある。その中で、この団体が人道上の立場から一貫して、アサド政権を非常に強く批判する立場を取ってきたことは、特筆すべきことである。山田一地区の個人での活動時代である2016年1月14日に、立教大学池袋キャンパスにて開催、ドキュメンタリー映画、 それでも僕はカイルの上映。シリア人のドキュメンタリー監督であるタラールデルキもインターネット電話で登壇した。山田一地区の個人での活動時代である2016年12月23日に立教大学池袋キャンパスにて開催。ドキュメンタリー映画シリアモナムールの上映に合わせてアラブ文学者山本カオルや在日シリア難民などが登壇した。また、 現地で活動するホワイトヘルメットの隊員とスカイプで会場をつなぎ、イベント開催の直前に陥落したアレッポ東部の様子の報告や日本へのメッセージを受信している。ホワイトヘルメット隊員とのスカイプ中継は日本初の試みであった。2018年3月21日に東京大学駒場キャンパスにて、スタンドウィズ、シリアジャパンと東京大学大学院。 人間の安全保障プログラムとの共同主催、国際人権 NGO ヒューマンライツウォッチの共催で、シリア内戦における国際法違反を追求する研究セミナーを開催。シリア内戦勃発後に国際犯罪を含む重大な国際法違反が横行している状況を踏まえ、人権蹂躙、侵害におけるアカウンタビリティを確保していくためのセミナーとなり、 具体的な犯罪者の訴追についても議論することが目的となった。登壇者には、シリアの戦闘地域で活動した緊急救命医、国連シリア調査委員会の元メンバー、オークア、シリアチーム、ヒューマンライツウォッチ日本代表のドイカナエ、国際法学者で、元オークア職員の木原ハントアイが登壇した。セミナーは安全性を確保するためにチャタムハウスルールの 元で運営された。2018年4月14日に東京大学コマバキャンパスにて開催。シリアの首都近郊のヤルムーク難民キャンプ出身で、シリアの戦場のピアニスト、現代の戦場のピアニストとして知られる、エイハム・アハマドを日本に初招兵する試みであった。SSJ によるアハマドの初招兵の成功と、戦地で人々に希望を届けるために、 命を顧みずにピアノを弾き続けた音楽家の初来日公演は日本各地のマスコミでも大きく取り上げられた企画はクラウドファンディングを通して募った支援金約170万円をもとで運営代表の山田は2年越しでこの企画の実現にこぎつけパレスチナ系シリア人であるために無国籍であり二重難民であるアハマドの来日を叶えるために 様々な機関と交渉を続けたことも大きな話題を呼んだ。プロジェクトはシンポジウム、演奏会の複数イベントから構成された。イベントはいずれも国連難民高等弁務官事務所やヒューマンライツ・ウォッチなどの国際組織の講演を得た。3つのイベントはスタンディングオベーションとなりやまない喝采に包まれ、会場は 涙に包まれたアハマドは3日間のイベントを通し、どうかシリアで起きていることを関係ないと思わずに目を向け続けてください。シリアに平和をもたらすのは市民の行動です。トメディアに向けてメッセージを残した。山田は私たちと何にも変わらない人間が、この瞬間も危機の中を懸命に生きており、彼らは人間の尊厳とただ平和に生きることを求め続けている。 私たちは彼らと共にあるという連帯を示していきたい。と述べている。現在、シリア危機に対する理解を深めるための連続セミナー、シリーズ、シリアを知る、ゲッティング通のシリアを展開している。シリアに関係のある専門家を講師として招き、セミナー形式で活動が継続している。第1回第1回目では、シリア内戦に焦点が当てられ、 軍事ジャーナリストの黒井文太郎が講師として招かれた。ありがとうございます。